さてこれが終わった後ですね、えー、カット切り替わってここですね、えー、レヴィル将軍のシーンですね連邦軍のですね作戦会議が映ります、えー、その頃レヴィル将軍指揮する地球連邦軍艦隊はア・バワーワクイに対する第三戦闘ライン上に集結しつつあった これも分かりにくいですね。第三戦闘ラインっていうのは何かっていうともうこれもガンダムの中での,あの用語なんですけどもおそらく第1戦闘ラインがお互いの弾が届くような接近してるような状態第2戦闘ラインっていうのはですねお互いにこれ以上進んだらそろそろレーダーに探知されるぞというあたりで,ですね第3戦闘ラインっていうのはもうお互いのレーダーには映らないですね。まあ、あのいろんな効果があってレーダーダには映らない ギリギリでですね相手の出方をですねこちらの出方を隠しながら徐々に徐々に近づきつつあるぐらいの意味だと思います第3戦闘ラインに集結しちゃったここに至りレヴィル将軍は攻撃目標を示したこれはレヴィル将軍攻撃目標を手で示してる絵なんですけどもですね「ア・バオアクを抜きジオンに侵攻する」ですね。 えー、宇宙に上げてです、ね、ジャブローから宇宙空間に上げて連邦の総力を上げて何を今回の作戦するのかというと単なるソロモンを叩くアー・バーワックを叩くではなくてです、ね、それぞれを叩き潰していよいよジオン本国を、えー、襲いに行くというです、ね、最終作戦を示したということですねところがこれをやってる最中にですね士、えー、官がです、ね、報告に来ますグレート・デ・ギンが和平交渉というふうに言ってきました でレル将軍です、ね、めちゃくちゃゃく驚きます。この報告受けた時のレヴィル将軍の「えっ?」て驚いた顔これねどういう状況かっていうとまあ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 例え話に例え話を言われてもよく分かんないと思うんですけども言ってしまえばですねポツダム会議にです、ね、出席直前のトルーマン大統領にですね日本の裕仁天皇が和平交渉に来たと言われたような驚きなんですね。 まさかジオンから和平交渉が来るというのはそれはもうなんかこの状態で来るのかっていうのはそれも驚きでしょうけどもグレート・デ・ギンが来るということはジオン国の国家戦艦なんですね国の象徴である戦艦をわざわざ動かしているとじゃあグレート・デ・ギンが来るということはデ・ギン皇后が 幸福にに来るるとといううか、人質なななってくるようなことなんですよね。本当に、えー、ジオンにとってですねデキンコウを人質に取られたらそれはもうゲームセットみたいなもんじゃないですかでもそれをあえて自分からやってそれが分かるように一番でかい宇宙戦艦に乗ってこそこそ来るんじゃないんですよグレート・レイキンに乗ってジオンの国の意思としてはあなたたちに幸福するつもりがありますよっていうのを見せながら来たのでですねめちゃくちゃ驚くわけですね。 で次のカットですね本当にですねグレート・デヒンがあの真っ赤な戦艦が近づいてくるわけですねでこれもですねさっきの例で言うと日本の博仁天皇がです、ね、戦艦大和に乗って和平交渉に来たようなもんなんですよそりゃびっくりしますよそこまでのですね捨て身の和平交渉なんだっていうのが分かってるからこそですねこのレベル首相軍もびっくりしたいわけですね でついにです、ね、宇宙戦艦同士が並び並走するです、ね、グレート・デ・ギンが左から入ってきてそし窓にです、ね、デ・ギン・コウ自体が姿を見せてるわけですね。これも相手に対しての礼を尽くすということで本当は偉い人というのはこういう時はです、ね、あの奥に入っていってデ・ギン・コウはいらっしゃるのかというとちょっともったいつけるんですけどわざわざ窓のところから相手に見えるようなところに来ると。実際問題ここで。 和平交渉に来たというのが気がつかないふりをしてビーム撃たれたらもうデギン,ンこう死んじゃうわけですね。で、そうするとジオンっていうのは国民の繊維も下がっちゃうしっていうふうなところなんですけど、それもこれも全部覚悟の上で自分本人が和平交渉に来て窓の外へ立ってるっていう、そこまでのものを見せられて、えーレビルはすごい驚くわけですね。切りり抜きき動画をごご視聴いいたただきありがとうございました私はこのののチャンネルの中の人です 私はクラスメートの女の子です。第41話「光る宇宙」。今回は、デギンが和平交渉に来たシーンの解説だったね。そうだね。今回は岡田敏夫の本家のチャンネルについたコメントを紹介します。デビルとデギンのたとえ話は、納得いかんかな。お付き合いいただき、ありがとうございました。これからもこの切り抜きチャンネルでは、岡田敏夫のガンダムネタを中心に、動画をアップしていきますので、 これからもよろしくお願いいたします。ショート動画もありますので、よろしければそちらもお楽しみください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。